でできたらさ、電気自動車でいいよ普段って思うもん。ですよね、全然これだったら俺普段電気でいいや。なんちゃってじゃなくて超本物じゃないですかこれ。テリッシャの車の話始まりました。イエーイ。わざとらしいんですが、土屋さんいませんよね。そうなんですよ。どうしたんですかねえ。今度は土屋さんかって話なんですけど、うん、実はね、今回は土屋さんの持ち込み企画って聞いてたんですよ。なるほど、どこ行ったんですかね。あそこでなんかわざとらしていますね。わざとらしいな。今急出してきますよ。来ますか。来たいるんじゃないですか最初から。おほら86ですね。86だ。あれお、なんか変わった音しませんこの86。おこれはトヨタがレクサスで開発した BEV86、はあ、マニュアル、電気自動車のマニュアル。では改めまして、こちらがバッテリー EV 仕様の A86、はいはい、そしてこちらは普通の A86、はいはい、まあ、普通のガソリンエンジンね。そうね、そうね。一般的な A86、 一般的な A86 ですね。何が違うか、はい、ね、テリーさん外観なんか何にも変わらないよ。そうですよ ね、外観なんかは、電気自動車って分かんない、まあ、レビンとトレノっていうだけですよね。そうそうそう、こっちの方がなんか綺麗で高そうだなっていうぐらいでしょ。確かに確かに。じゃあエンジンルーム見てみましょう。はい、ね、エンジン、まあ普通で前にエンジンがあるわけですからね。普通はね、普通はね、普通はそうですよ。ほらモーターですよ。でもモーターってこんなに大きいんだ。でっかいよね、うん、でっかいよね、いやこんなちょっとガソリンエンジンの方と比べてみようか。はい、ガソリンエンジンの方が本当だ、ね、軽そうでしょ。見えますね、確かに見えます、うんうん、なんか軽そうじゃない、うん、向こうはなんかこう重そうじゃない、ごつい感じがします、はあ、でも綺麗に収まるんですねこのスペースには。そうそうそう、このスペースにモーターが収まってるっていうね、でも俺モーターってこんな大きいと思わなかった、でちなみにねこのバッテリー EV なんですけど、一つ目のポイントとしてクラッチペダルがついてるんですよね。クラッチついてる、ね、ミッションだからね。マニュアルトランスミッションなんですよね、だからこう操作する楽しみがあ る、 あるそうっていうのがまずポイントなんですよ、ね、バッテリーは、バッテリー後ろ、こっちはバッテリー積んでるの。うわね、本当だ、ほらレクサスエレクトリックフィールドって書いてあります、めっちゃいい音だ。だってこれ EV なんですよね。そう。なんで？いいね。いやすごい不思議。おお。全部聞いてる。なんか不思議。いいね。EV のマニュアルって実はどういうことなんですか？夢がある。こうやって変わってくんだと思うよ。そういうことですね。そう、遊び心を入れて。あらー、めっちゃいいわ。売ってくんねえかなトヨタこれ俺に。え、これって市販するんですか？市販はしないと思うよ。しないの？ただやっぱり今後こういうこともできますよっていう、電気自動車でも、ミッションで、マニュアルで、で音もちゃんと出してっていう、乗ってる人だけ満足できるっていうさ。これでもこれだけなんだろう、手応え感があって音があれば全然面白いんですよ、ね、そうそうそう、電気自動車でもいいやんってなるよ、ね、へーすごいな、こういう世界。でマニアックな人は水素の方に行くし、あ、なるほど ね、はい、やっぱ本物のエンジンがいいっていう、だけどこれはこれでも満足できる。そうか、いやでも夢があるよ電気自動車には。面白いですね。
ごいね、トヨタ。まあだから、そのハイブリッドを使ってるチームだろうね、電気も。まあそういうことでしょうね。そうでしょ、うん、どうでした。いや僕はね EV という新しいジャンルなんだけども、はい、そこにで満足しなくて、うん、さらになんかねなんか昔のこういうアナログ的なことが好きになるから、なんか次のステージにもう車は向かってるんだなってことを感じ
きましたよね。面白いなっていう、うん、いやこういう手法ありなんだっていうか、うんうん、それをなんちゃってじゃなくて超本物じゃないですかこれ。いや本物ですよ。それがすごい。でしかもそれをトヨタがやったっていうのがまたすごい。それこそ今まではね、うん、その電気自動車で音を出してるメーカーもあるんですよ、うん、だけどこうやってマニュアルで楽しいぞっていう ね、うん、でマニュアルに対してちゃんとアクセルに対して音がついてくる、はいはい、すごいですよね。だから本当になんだろうガソリンの86に乗ってるような気分にさせてくれる、うん、本当にそう、ね、うん、もう2030年になるとそれこそヨーロッパでも何でも EV になってくるじゃない、はい、その中でやっぱりいつか恋しくなってくると思うね。そうですよ ね、 ねアナログの車が、うんうん、でその時こういうのが違う形でね、はい、その次の時代の中でなんか乗れるっていうのは幸せだよね。いや本当なんかね、うん、未来を安心したちょっと、うん、ね楽しいね、うん。中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。